串名ダビメは日本神話に登場する女神。山田のオロチ大治の説話で登場する。大戦津謙信の子である足名槌ちってなずの8人の娘の中で最後に残った娘。原文で同女と記述されるように、串名ダヒ姫自身はまだ年派もいかぬ少女である。山田のオロチの生贄にされそうになっていたところを、佐野により姿を変えられて、ゆつつまくしになる。 スサノオはこの櫛を頭に刺して山田のオロチと戦い対峙する。スサノオ。国輝きが本朝英雄でにより、後頭天皇になだびめ、大番西木へ高間ヶ原を追放されて、出雲に降り立ったスサノオは、山田のオロチという怪物に毎年娘を食われている。足なずち手なずちの夫婦と、その娘の櫛なだ姫に出会った。 彼らの話によると、もうじき最後に残った末娘の串灘姫も、食われてしまう時期なのだという。哀れに思うと同時に、美しい串灘姫が愛しくなったスサノオは、串灘姫との結婚を条件に、山田のオロチの退治を申し出た。スサノオの蘇生を知らないアシナズチとテナズチは、イブカシムが、彼がアマテラスの弟と知ると喜んでこれを承諾し、 串しだ姫をスサノオに差し出した。スサノオとの結婚が決まると、串しだ姫はすぐに、スサノオの人通力によってその身を変形させられ、小さな串に変えられた。串になった串しだ姫はそのまま、スサノオの髪に差し込まれ、ヤマタノオロチ退治が終わるまでその状態である。ヤマタノオロチ退治の準備は、スサノオの指示で、足ナずチとテナずチが行った。 串になった串しなだ姫を頭に刺したスサノオは、見事、戸塚か県によって山田のオロチを退治する。山田のオロチを退治した後、スサノオは、串しなだ姫と共に住む場所を探して、スカの地に宮殿を建てた。串しなだ姫がその後どうなったのかは、原文では、明記されていない。串に変えられる場面を最後に串しなだ姫は登場せず、元の姿に戻った描写もないが、これらのことから、 くしに変えられていたくしなだ姫は、山田のおろち退治後に、元の美しい娘の姿に戻してもらい、約束通り、すさのおの妻になったことが伺える。古事記ではくしなだびめ、日本書紀では木、いなだびめ、いなだびめ、まがみ食材木いなだびめ、いず国風土記では、久しいなふとしびと、与えあさやつよびめのちと表記する。神として祀るにあたり、くしを読まず、継承を持ち、 稲田姫命,命とされることもある。名前は通常、日本書紀の記述のように、怪しい稲田姫すなわち霊妙な稲田の女神と解釈される。原文中では、ゆつつまくしにその道場を取りなしてとあり、串永姫自身が変身させられて、串になったと解釈できることから、串になった姫、串永姫という言葉遊びであるという説もある。さらに、 串の字を当てることから串名田姫は串を刺した巫女で、あると解釈し、山田のオロチを川の神として、もともとは川の神に仕える巫女であったとする説もある。もう一つは、父母がそれぞれでマレへ、足稀へと、手足を撫でる意味を持つことから、撫でるように大事に育てられた姫との解釈もあり、山戸撫で子の語源とされる。出雲国風土記の医師軍の孔では、久しいなふとしびと、 あたやさやつよ美名命のという名前で登場する。また、のと国の久さしいなふとしき姫神社では、久さしいなふとしきをしかみとしたという記述が、縁起式神明朝にあり、同一神と考えられる。前日の通り、く名田姫は、山田のおろち退治の際にくに変えられている。すさのおが単に、く名田姫の姿を隠そうとしたのであれば、両親とともに、 クシ櫛灘姫も安全な場所に隠れさせておけばよいはずであり、わざわざ身につけて戦いの場に連れて行くのはむしろ危険であると言える。クシ櫛灘姫が櫛にされたその意味については諸説あるがその例を記述する。古代人の思想で女性は生命力の源泉と考えられていた。スサノオがクシ櫛灘姫を櫛に変えた理由はヤマタノオロチに対抗するために女性そのものを身につけることで、 女性の有する生命力を得ようとしたためと考えられる。戦いの場に持っていくのであれば、櫛よりも剣や矛など武器の類に変えたら一層有利であったと考えられるのに、スサノオは櫛を選択している。それは女性の有する生命力だけでなく、櫛の持つ呪力も同時に得ようとしたためである。日本では古来、櫛は呪力を持っているとされており、同じ古事記においてイザナギは、 妻のイザナミが差し向けた追ってから逃れるために、櫛の葉を後ろに投げ捨てたところ、櫛が竹の子に代わり難を逃れている。また、櫛は生命力の応逸する竹を素材として作られていたため、魔的存在に対する際に極めて有効な働きをなすものと考えられたと思われる。櫛灘姫の変身した櫛は、櫛の本来有する呪力に、 クシナダひの持つ女性としての生命力を合わせ持ち、さらに体の材質まで竹に変化していたとするならば、竹の材質自体が持つ生命力も合わせ持つことになり、魔的存在たる山田のオロチに対し強力な武器の一つになったと考えられる。日本では求婚する際に相手に串を送る習慣があり、クシナダひ自身がこのくになって、スサノオに送られたとする説。 ただし、日本でこの習慣があったのは、江戸時代のことであり、この説は後付けであるとする解釈もある。他にも、前述の通り両親の足なず手なずの名前には、手足を撫でる意味があるが、櫛田姫は全身を櫛にされて、両親の撫でる手も足もない形状になったことから、姿形だけでなく立場も、足なず手なずの娘から、須佐能のものに変化したことを表しているとする説も、ある。 スサノオの系図青はオガミ、赤は女神大仙後に、二神の間に、ヤシマジヌミ人が生まれ、その子孫が大国主身になる。なお、クシナダ姫とスサノオの子は、古事記ではヤシマジヌミ人、日本初期正伝ではオオナチの命とされている。また、古事記において、オオナチの命は、スサノオとクシナダ姫の六世目の子孫とされている。 稲田の神として信仰されており、広峰神社、氷川神社、須佐神社、八重垣神社、菅神社、八坂神社、串田神社、串田宮六所神社のほか、各地の氷川神社で祀られている。多くの神社では、夫の須佐能や子孫の大国主などと共に祀られている。串稲田姫を単独で祀っている神社としては、茨城県笠間市にある稲田神社、 島根県に多群奥出雲町の稲原にある稲田神社があり、特に奥出雲町の稲田神社の近くには稲田姫の産湯として伝えられている、産湯の池とへその大竹で切ったと伝えられる笹の宮がある。福岡県福岡市にも串田神社があるが、ここの祭神は大畑主大臣、天寺大臣、須佐の大臣である。ただし、 もともとは串灘姫を祀っていたとする説もある。細かい葉の多い爪の形をした神聖なくし、八重垣神社社殿では山田のオロチが退治されるまで森に身を隠したという文献によっては順序が異なり、串ヒ姫も一緒に準備を手伝い、準備が終わってから串にされる展開のものもある。串になったままでは、個人としての串灘姫の存在は失われたまま、戻ってこない。 足の槌、手な槌からすると、肝心の娘がいなくなってしまったのでは、本末転倒である。これは、日本最古の和歌とされる。取りなす、変える、作り変える、変身させる。これは、女性が新たな命を生み出す能力を持つことに、由来すると考えられ、身体的な性別を指す面が大きい。元が女性でも、串に変えた時点で、身体的には、 性別のない物体になってしまうが、ここでは、元が女性であれば、たとえ性別のない物体に変わっても、本質的には、女性のままと解釈する。元が女性であるため、本来の娘の姿では、妻として、串の姿では所有物として、いずれにしてもオロチ退治の約束が結ばれた時点で、櫛灘姫の所有権は、両親からスサノーに移っている。ありがとうございます。